はい、皆様こんにちは。ボンバーモーセ姫です。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。この動画はモーセ国のお話となりフィクションとしてお楽しみください。はい、今日なんですけれども、先日ルクセンブルクの皇太子が日本に来日されて天皇陛下と、ね、お会いになりました。その時のお互いの気持ちとかそういうことを今日はこの左のルノルマンカードと右のエキタロットで、お互いどういう風な感じでこう感じたのかなとか、これからの流れがどうなっていくのかなというのを見ていきたいと思います。じゃあそのね、階段中ですね、階段というか会見違うそのお写真にあったあの時の、お互いにどういう風に感じたのか、これからルクセンブルクの皇太子、ルクセンブルクと日本の流れっていうのも出るかもしれないんだけれども、はい、じゃあ見ていきます。さて、はい、素敵なカード、月、もうすごい月と太陽が出てる、すごーい、おお、さあこれは天皇陛下でしょうか。いやいや、すごいですね。月、太陽、月、太陽、天皇陛下かなみたいな感じで、いや、むちゃくちゃすごい、素晴らしい、こう友好関係が築かれているかなという感じです。アドバイス、障害、お金、金銭的な何かでしょうか。はい、そしてこちらが、ルクセンブルク、こちらが天皇陛下。はい、見ていきます。さあ、どういうふうに思ったか、棺桶。はい、そして天皇陛下は庭。はい、そしてこれからの国交の流れとかね。はい、それがリング。はい、いきます。じゃあ、もうすごいダブル付きだ、すごい、ものすごくルクセンブルクと関係性良かったみたいですね。私も一度だけルクセンブルク行ったことあるんですけれども、一泊しかしてないんだけどね。確かにいい国だったかなと思います。ドライブで行きました。はい、太陽と木、すごい、すごい、もうすごいですね。はい、そして手紙と、これ天皇陛下でしょうか。何かこう公的に公的な何かを伝えたい、もしくは何かを受け取ったっていう感じもします。はい、魚とクローバー、これが何を表すのか。こう金銭的な、例えばね、援助かな、輸出輸入の、お金の流れのことが出てるような気がして、もしかしたらルクセンブルクの皇太子、もしかしたらこうちょっとね、体調が良くなかったのかなとか思いました。はい、そして庭と手紙、手紙が出てるから、案外ね、お話はかなり
盛り上がったんじゃないでしょうか。そしてはい、ここおリングと鎌が出ましたね。はい、よいしょ。なんかこのそうですね、なんかあの国のね関係性はとてもいいかなって思ったんだけれども、今ルクセンブルクもしかしたら経済的にもうちょっと苦しかったりとかね、もうするのかなっていうふうに思いました。でこれをもちろん天皇陛下がねどうこうできることではないんだけれども、なんとなくなんかこうそういうこちらのね国の方からの匂わせみたいな、そういうのがなんとなくあったのかなっていう感じがします。でね、話はなんかすごく盛り上がったような気は会話はねするんですけれども、なんか天皇陛下が何かお願い例えばされたとか、なんかそういう可能性があるのかなっていうのをなんかねトータル的に見えるような気がするんですよね。なんかこう約束がなんかできないっていうそういう流れ、補助カード出しましょう。フォックス、でまたリングが出ました。リング、タワー、庭、鳥、欲しい。もうちょっと決定的なカードが出るまでと思って今ね出していったんですけれども、まあなんとなくなんか一度はこれ断るっていう感じでいいんでしょうか。なんか断るのかなって思うんだけれども、なんかこう結果的にはまあこのこれが例えば国会だったりとか、そういうところで話し合われて、なんかね結局はなんか願いを叶えましょうみたいな、なんかねさんまさんのあれみたいですけれどもね、なんかそんな感じがします。ちょっとね失礼しました。ちょっとね厳しいのかなと思ったりして、はい、じゃあ、はい、こちらで、はい、エキタロットで、はい、じゃあまあね気持ちで見ていきましょう。はい、これがサンライイというカードと水地比、まあこれ親しむっていうカードなんですよね。すごくこれはね口、マウスの口を表すカードなので、お話はすごく楽しくって気持ちはすごく分かり合えた、楽しかったっていう風に出ています。なのでそういう意味ではすごくこう素敵な時間を過ごされたんだろうっていう風に思うんですね。はい、そしてこちらが、おお、天雷無謀と拓風大火。なんかすごくこう、橋がね、これ、川の流れによって壊されるっていう意味もあって、で、天雷無謀っていうのが、こう、自分の力ではどうしようもできないこと。ちょっとこう、考えてしまうみたいな、そういうカードが出てるので、なんとなく無理なお願いされたんじゃないかなと思いました。こういうカードから見るとね。でそしてまあこのねまあアドバイスとかそういうところのカードとね、このね棺桶のカードから見るとっていうことで、なんかこう天皇陛下の方があれなんと気が重いなとか、そんなことはねこう僕が決めれることではないんだけれどもみたいな、そういう感じがするかな。なのでこう一旦はね、まあ、持ち帰るというか、なんかねこうきちんとは
なんかまずは聞きますみたいな感じだったかもしれないけれども、正式にまあまあ断るみたいな、断ろうとするのかなって思うんだけれども、まあなんやかんやでなんかね、こう了承みたいな、うん、議会了承みたいな、そういう風な感じになっていくのかなっていう感じがしています。ちょっと今日ね、こう思わぬ方向で深掘りになったんですけれども、うん、そういう感じがいたしました。はい、皆様いかがでしたでしょうか。ね、いよいよイギリス訪問近づいております。ドキドキですね。はい、また次回の動画でお会いしましょう。